型紙付きで超簡単に作れるお花紙の蝶々です。型紙は説明欄の URL からダウンロードして A4 にプリントアウトしてください。お花紙を置いて大きさを確かめたら、一つずつに切り分けます。黄色のお花紙を半分に折り、型紙を当てて3分の1に折っておきます。お花紙と型紙を重ね半分に折り、ホッチキスで留めます。線に沿って切っていくときは、ホッチキスのところを最後に切り落とします。表にも裏にも印刷がありますので、どちらから切っても構いません。切れたら型紙を外し、2枚1組にして3つに分けておきます。長さ15センチくらいのラッピングモールを真ん中で折り曲げ、少し V 字になるように広げます。小さい方の羽の真ん中に引っ掛けたら、それを机の上に置きます。羽の両側を押さえてモールをゆっくり引き上げます。最後まで引っ張らず、1センチほど残したところで 1,2 回ねじります。モールを引っ張って触角の形に整えます。先は鉛筆などで丸く巻いておきましょう。最後に羽の形を整えて出来上がりです。モールの引っ張り具合で胴の長さが変わります。形が少しずつ違うのも可愛らしいですね。いっぱい作って春の花と一緒に壁面に飾ってください。